はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ジオグエッサー始めていきましょう。久しぶりのジオグエッサー3回目です。はい、ということで日本のマップをやっていきたいと思います。こちらですね、よろしくお願いします。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。プリーズツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube も、に、こちらの配信は2日後に、アップロード、アーカイブアップロードいたします。プレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価ぜひお願いします。YouTube チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。This live archive two days after up。プレミアムービー。いや、また旧ツイッターである X、こちらのアカウントを持っております。ぜひアクセスしてください。アカウントフォロー、ツイートのリツイート、いいねお願いします。ツイートじゃない、ポストっていうんだ。プリーズツイッター X、アカウントビジットマイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。ジャパン、なんだこれ、いきなり松伏町。松伏町ってどこだ。松伏町どこだろう。さあ、とりあえず川がありますね。松伏町しかわからん。
なんだって何警察署？あ、越谷土木って書いてるな。松伏。越谷市だよな、まあ。で、松伏って書いてるけど、松伏って町ないよな。あ、あった。これか。でも川沿いなんですよね、さらに松伏の中で。このぐらいの規模の川かな、中川ぐらいの規模の、それともってとこですよね。これなんだろう。皆さん台風はいかがでしたか。まあちょっとあの大阪からは左にそれたんで、たためか、そんなに大きくは風とか雨は大きくはなかったんですが、地区によってはやっぱりすごいあの大雨とか突風吹くとこなんで、要警戒なら間違いないですね。串焼き居酒屋マサ、マサだよなこれ、祭りって書いてる。川沿いで、中川だと思うんだよな。でも分かんないか。松牛緑の丘公園なんてあるんだ。まあこっちから右は野田市だな。これ清水公園とかあるから、清水公園巨大迷路う頭がということで、金杉郵便局。なんだろうな。まあ、そっか。まだ、あの、もうちょっと見た方がいい。手作り餃子ってあるんだ。まあ、多分これ中川なんだろうな。あ、でもこれ農業だから、あ、そう、方角だ。方角を見ないといけない。これ、こっちは、南東に来てたんだ。南東に踏み出したのか。中川だとおかしいですね。でも、この川だと広すぎます。どの辺なんだ？つまりこっち側は川なんですよ。川は北西なんです。中川だと思うけどな。これ春日部か。あ、でもこっちもあるんだ、琴音川。不正。でもここだと越谷市になっちゃうしな。あ、難しいな。こっち行ってみるか。意外と苦戦してますね。松伏町で、越谷の近くってで埼玉県っていうのは分かったけど、あれ、あの先は何だろう。学校がある。学校は松伏第二小学校なんだ。小学校は分かるのはかなりポイントが高いですね。でもね、 Google マップそんなに出ないんだよ。苦戦だろう。苦戦に行かないんだよな。でここへ来るともう春日部だし、
あ、まずは第二小学校探すしかない。ここ中学校がある。それから。あ、ちょっと。右が切れてしまっている。あれ、なんで、あ。そうか。これあんまり良くないな。どれだったっけ。これか。あ、これだ、これだ。松牛高校がある。第二小をまず探す。あ、第二中はある。松牛の中心地はこの辺なんだな。ここら辺が中心点道みたいですね。中学校はあるんだけどな、小学校が見つからんな、いまいち。なぜか。もうちょっと見る？田中通り。田中通り、通りなんかあるんかな？これ地図切り替えられないか。もうこの中川が怪しいと思ってんだけどな。電気、ちょっと本当に前回が7月の中旬だったんで、約1ヶ月ぶりなんで結構混乱しちゃってるかもね。しずるじ、第二中あるのに第二小はなぜないんだ。松牛中もあるのに呪われてるなぁ。ここまで行きたすぎる。あと田中通りでしたよね、さっきのは。一応ここ松牛町なんですよ。吉川市なんだ、ここだから。難しいな、この回は。今回本当に難しいかなと思います。あ、田中通りあった、この辺だ、ここだ。じゃあ串崎、小学校はここでしたね。戻りましょう、最初のとこに。これ最初だ、最初はこれだ、これですね。これ詰めていく作業になりますね。だよな、だからこっち行って、ずっとまっすぐ行ってたよな。
まっすぐ行って突き当たったとこが間違いなく、そうだよな、この串焼きだよな。で、手作り餃子もあるから多分ここだと思うんだよね。あとね、曲がり始めてるからな、うん、下を見つつ、下を向いて歩こうよ。上を向いてじゃなくて、でこっちですよね。曲がり始めてるとこだから、あとね、ここ道幅がおかしいんですよ。こっち広いけど、こっちってそんなに道幅がないんで、明らかに、こっちを道幅に比べて、こっちは狭いのに、もっと道幅あるように見えるんですよね。ということは、結構、どこが道の中央点なのかっていうのが、わからないかもしれない。あー、そっちかーになるんですよね。これで。2分お待ちください。琴音川か、そんなにでかいと思ってなかった。琴音川、中川ぐらいの幅だと思い込んでたよな。こっちにある意外と幅広かったんだな。しかも広く見えるから、琴音川明らかに制御されてたような、運河みたいに幅を一緒に整備されてたように見えたから、この琴音川だとは思わなかったよな。こういうところもやっぱりね、まあでも Google マップがあんまり信用できないとこではあるんですけど、これはでも地理院地図とか他のマップでも間違ってる時あるからな。逆に Google マップが合ってる時もあるから、何とも言えないな。さあ、5、4、3、2、1、行きましょう。山手ですね。あっと、いきなりなんか来てる。え？浜田って浜田だよな。いやまだわからん。186？ 3、 あ、これ大きなヒントですよ、いきなりから。まず本当に、あ、186あった。で、307と114のクロス地点ですよね。307と114がまずここにあるんですよ。でも114はこっちに行っちゃうのか。だから、この114がどこへ行くのかだよな。
で、明らかに北を向いてるのは事実だからな。あ、114をこっちに合流するんだ。あ、ここだ。ここですね。朝日は広島県ですね。広島県朝日町だな、多分。朝日町じゃない、北広島町の一つなんかな。朝日町だった記憶があるんだけど。かけ。まあ残り3分ですからね。しっかり当てに行きましょう。まあ、カーブですよ。これヒントは。川、うん、川の橋の、これ北側だ。じゃあここじゃないか、もう。ここを分岐してますからね。これが。情緒ないなぁ。神山。あと2分半あります。これが、この、しだれ桜なんか。これですね。これがしだれ桜なんだ。チョークインの。こっちに行くと、さっきの300メートル先の、信号があるっていうところですね。県道、国道に県道が接続している。やっぱり縦ですね、雪があるからだな。民宿もあるんですね。え、民宿、あ、一応こっちが民宿部分で、こっちが食べる方なんだ。食べる。活魚もあるのか。浜田市街までは31キロ。まあ、ここまだ広島県ですからね。スタート地点戻りましょう。さあ、どこなのか。0メートル目指したいよな。1分切っております。あ、真ん中だよな。まあね、普通にやっても5000点取れなくはしない。取れることは取れるんですけどね。あれ、あ、でもっと南かも。この辺、この辺っぽく感じんな。あー、惜しい。もうちょっと北だった。上だったな。ということで、次ですね、3ゲーム目となります。え、どこだ。一応この5ゲームが1ゲーム目1かな。3マップ目ですね。3箇所目となります。え、あ、なんか書いてある。
国風、まあ、国風結構メジャーにありますからね、何とも言えない。旧街道か、とりあえず動いてみるしかない。旧街道っていう感じですね。横明治牛乳や氷で売ってますね。あとは丸八牛乳店って書いてます。牛乳屋さんか。お、場所書いてないかな。国風っていうのはまあ間違いないみたいですね。これはここら辺が国風っていう場所なのは。おっと、何の町内会なんだ。豊川？あ、豊川に、確かに、あの豊川って愛知県ですね。確かにあの、国府ってあるんだよな。どこら辺だっけな。あ、これこれこれ、三河国一宮、これ確か国府ってじゃなかったっけ。この辺怪しいですね。この道妙に怪しい。これ旧街道ですね。豊橋一宮線っていうのが、一宮かな、一宮じゃなくて、あの一宮がこれを指してるってことになります。で今南へ向かってんのか。後出しかお、センターラインのある道へ。ヘアサロン浜田。あれ浜田って最近さっき見たような気がする。あー、こっちかもしれんよな。ここもあるよな普通に。大きなヒントがな。これ小学校じゃないの。小学校か、なんかの、国府市民館、国府から離れない。あ、そうだ、国府ってこっちだ。こっちですね。東海道な、東海道かもしれない。東海道か姫海道で、浜名湖の北の方を通っていった道だったはず。姫街道はこれですね。本坂峠を越えて浜名湖の北の方を通って、多分掛川あたりはね最後行ってたんじゃないかな。姫街道は掛川かもしれんし、岩田のところかだったかもしれない。もちろん浜松にも行けますしね。国府ってこっちだ。あの名鉄線の国府だ。その国府市民館ってあるよな。まず道のカーブって結構ヒントになると思う。国府大社っていうのがあるのか。
なんていうかな、温湯だったっけな、東海道があって、ここまでは行かないんだよな、多分。一応まあないわ。西部福祉センター、うん、で鹿があって後出し鹿この辺だと思うんだけどな。でもちょっとこだわりすぎてる感があるかな、東海道に。ちょっとこの橋を渡った東側だと思うんですね、国府だったら。国府観音とかあるな。ああ、モニター乳業か。今東へ向かってるんだ。北へ行ってみるか。あ、なんか色が変わってますね。回り道。ヘアサロンのとこへ戻ってきた感じだ。4サロンですね。結構重要な4サロンに見える。ここまではもうないと思うけどな。ここ一帯1号バイパス吸収されちゃってるからな。この辺のはずなんだよな。でも消極的だな、動きが。まあいいや、もうちょっと行こう。あ、川がある。川渡らなきゃダメだったんですね。川？音羽川っぽいけど、そうとは限らないよ。ん？ここ市民、あ、ここだ。だから東海道じゃなかったんだ。大塚国有線県道372号線か。これが北へ向かってる道だよな。で、さっきの牛乳屋さん。牛乳屋さんはこの丸八牛乳のとこですね。375芝国府。やっぱり東海道から分岐したとこなんですかね。道、右に曲がり始める交差点ですよね。ここだよな。でも違うかもしれない。カーブ的にはそうなんだけどな。
ちょっと待って、すぐに、うん、やっぱりそうだ、左に曲がる道があって、で、ちょっと行ったら、右に回る道があったら、あ、あと、ある。狭いけど多分そうだろう。で、さらに、これが Y 字みたいになって、こちらは右カーブしてるってことは、やっぱりここなんだよ。ここだと思います。で、ここで、ああ、微妙に上かも。と思ったか違う。カーブの形状がちょっとおかしいじゃないですか、これ。直角に行ってんのに。カーブがこう曲が緩やかに曲がってるじゃないですか。ここもやっぱり Google マップおかしな点ですね。ここはやっぱりしっかりちょっとエッジを効いた曲がり方をしてほしいです。あと建物だよな。まあ全部思う通りになるとは言えないけど、まあでもね、結局、あとは運ですよ、これ。行きましょう。あ、違う。あー、左か。わずかに左でしたね。じゃあ、行きましょう。次です。第4、1ゲーム目、第4、第4箇所です。浜町。いや、南区浜町。これだけ見ても結構あるとは思う。北海道かもしれない。なんか微妙に広いんですよね。ああ、市外局番書いてない。うん。美浜町。松田屋。おはぎ。おはぎか。きなこ餅。もうなんか餅でも地域差、呼び方でも地域差あるんですよね。お喜びに松田屋の赤飯を言いますね。あ、なんだ、なんだ、なんだ、これ。急にワープした。一つ戻って、このコスモスが見たい。コスモスを何点かが見たい。でかいですからね、コスモス。コスモスって地区限られるんじゃない？ああ、どっちがいいんだろう。コスモスを見に行った方がいいのか。コスモス、三浜店。三浜でを、三浜っていう名前で聞いてすぐに思い出すのは愛媛県ですね。松山市、松山市だっけな。三浜町って。ナンバー隠されて上がる。お、三浜町歩道橋。
なんか結構でかいな。あれなんで進めないんだ。あ、なんか上通ってる歩道橋を整備するのかな。ん？バスがある。何バスかって結構重要なヒントですね。うわー、隠れててわからない。上の部分が、この辺にバス停ないの？ないな。何の中央卸センターなの？サンライズビル。086市外局番。ありそうなんだけどな。あ、これが鉄鋼とか。なんか結構この道中たどりにくい。続きがありますね。お、岡山？カーライフ岡山だ。岡山県の岡山なのか、名字の岡山っていう可能性もありますからね。まだ何とも言えない。はい、岡山県ですって断定するにはまだちょっと危険。086でも岡山県だったような気がするんだけどな。まあ岡山県だとしても何市かっていうのがまだ、あ、見たことがあるバスだなこれ。あ、ここは乗らない。たまや、あ、三菱のバスだな。三菱ふそうのこれこれこれ、エアロスターか。オークスコーポレーション。みな、あ、さっき南区って書いてたよな。ということで岡山市の南区は確定ですね。これはあ、南区はどこの範囲なのかっていうのがわからない。まあ自治体側範囲がわからないんですよねこれ。だからね、中区、南区はここか。で美浜っていうとこですね。美浜っていうからにはやっぱりな、町に、町じゃない、海岸線に近いところなんだろうな。瀬能とか、どこまでが南区なんだろう。ただこの辺って干拓地なんですよね。この国道30号線が通ってるとこって昔の海岸、昔の海だった場所で、そんなに陸地の歴史があるわけじゃないんですよね。バスがあるから結構、とりあえずこの南区ここ行きましょう。これ国道なのかな、それとも
でもそんなに大きな道ないよな。今南側に向かってますね、この道は。ザクザク。ザクザクは右側ですね。本当にこの道なのかっていうのは。あ、でも西、南東から西へ向かってる感じだから。ここまでは行かないと思うんですよね。これはみ、あ、ここ南区なんだ。じゃあ、ここら辺は全然考え、この辺で全然考えられるよな。思いながら。岡山港の貨物ルートがあるって言ってる。あとは小島の淡水湖はここですね。南区区役所で岡山港がある。岡山港がどこなのか。これかな？岡山港は。これっぽい。で、こっちの反対側見ると。そうですね。岡山港に行く分岐点なんですよね。で、まっすぐは玉野に行く。で、方向は、南東から南へ行っている。これ？かもしれない。これかもしれないですね。ここかもね。まだ絞れない。岡奈大橋、岡南大橋かな。これか、岡南大橋。まあ、この辺かもしれないですね。あ、学校がある。内側も気をつけないとな。結構岡山の干拓のところって道があるんですよね。県道とか分かればいいけど、県道の名前なかったな。で、分かりにくいかもな、まだ。この学校を見てみるか。これか、入り口。
島省。福島？福島これですね。南側から来て、左向いて東を向いている状態だ今。あ、美浜頂点がある。平福省か、福島省じゃなくて。形はちょっと斜めっぽい形。なんか公園ありますね。小学校のグラウンドかな。ちょっとだいぶ離れたとこまで来ちゃいましたが、川がありますね。運河みたいな。この辺の川は怪しいよな。つまり南側向いてるんですよね。ってことは東西の川か。川結構あるから分かりにくいかもな。今日単純なら話だったら。福島省はあるんだけど、福島省がないんだよな。もう一回最初のとこ、渡辺電機。南側ですよね。ん？これは？東五福ってとこか。結構特徴的なお店ですね。こう見ると南へ向かってるから、南へ行く道なんだろうな。福島なんか。あ、ここ福島なんですね。さっきとかその辺。ちょっと行ってみましょう。
すぐと言いたいとこだが、これ詰まっちゃってんな。東の方かな、どっちかというと。ちょっと特徴に乏しいんですよね。そこがちょっとね、困ったところだよな。ガウディ、焼肉玉屋、歩道橋って最近少なくなってるから、いいヒントではあるんですよね。まあ、ここじゃないか説な。他にも信用金庫な。でも他が信用金庫なんかないんだよ。ここだ、ようやく見つけた。つまり カーブ曲がったところが、ここだ。ようやくここまでは分かった。オートガレージだよな、これが。カーライフ、バス停名もある。千鳥町、これだ。千鳥町はでも D があって、カウディここだよな。フルーツタルト専門店か。どこで曲がったっけ。これがダイサングレース、これですね。ここですね。まだ行ったと思うんだよな。あれ？
まあ、わからないな。渡辺電機探した方が都合がいいかもね。曲がってすぐのところに、何浜中学校、福浜中学校だ。最初からすぐのところに平福はあるんだけどな。福浜はここにあるな。浜中、でも結構福浜中はでかいから。あ、福島小学校ようやく発見した。だいぶ南側か。結構やっぱり探す焦点が絞れなかったよな。でこれ今西向かってるから、信号があるからここじゃないの？これ渡辺電機あったあった。あ、交差点なんですよ。なんで、で方角としてはまあ真ん中ぐらいだから、こっち側かな、渡辺電機のある。で、いいと思います。行ってみましょう。あー、惜しい。また1メートルだ。1メートル続きますね。第一ゲームの最後ですね、これが。行ってみましょう。1分4秒15秒か。うわっす。20分以上もこのゲームかけちゃってるわ。よくないな。お、11号線のバイパスが曲がって、高松行って、松屋丸亀に行くんだ、行くような分岐になってんだ。あ、これ88箇所巡りの白号ですね。11号線沿いだっていうのは確実です。そして11号線のこれ見てみると分岐点があるんですよね。南へ向かってるんだ今。
南？なんで南、高松向かってんのに南行ってるんだろう。松山丸亀？変、それも変に思えるな。あれ？これで、まっすぐ行くと、まあ今までの道でイオンモール高松が12キロ、高松は北の方向へ行っている。11号線、つまり11号線は南へ行ってるってことか。どっちも11号線ですよね。ん？そうとは言えない？どうだ？あ、いや、言えない。187って書いてる。五色谷トンネル。っていうのがある。それが187号線。でここで要するに南に向かってるっていうのもなんかおかしいよな。でもどっち行っても高松なんですよね。え？左側から合流して、これ、ここか。どっち行っても高松という。もう一度。これ、南へ向かっている。これ、国道じゃないんですよ、ここは。だから、こっち側なんだ。国道じゃなくて。で、両側に何があるかって言ったら、これ多分安富自動車だろうな。うん、で反対側は？反対側よう分からん。あと、あ、交差点がありますね。西側向く。じゃあここが変か？私はないからな。まあ十字路じゃないからな。で上が信号あるとこだから安富なんで、こっちなら間違いないと思うんですよね。もう時間ないからやっちゃおう。あー、3メートル差でしたね。第2ゲーム目に突入です。ちょっと休憩を入れさせてください。1分半ほどお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開いたしましょう。全然わからん。お、突き当たりがある。おお、うん、おごとだ、おごとだーわー、おごとかっこいい、意味深ということで、なんか現在地書いてますね。これを見る限り現在地を丸って、これちっちゃくここら辺に映ってるってことは、ほとんど海岸線の近くってことじゃないですかね。琵琶湖グランドホテルあたりでもね、山手に見えるんですけどね、これを見ると。お、はい、これ県道予定地ですっていうことで敷地が確保されてるんだ。ってことですよね、ウォート公園の観光公園の。でも全然そうは見えないんですよね。廃墟に見える。反対側行ってみますか。じゃあ西側ですよね、こっち西側の山だよな。あと新興住宅地、団地が、団地みたいな感じでありますね。で、多分団地のゲタ状のものがあるんだろうな。この辺、それがこの辺かもしれないってことか。なんかそれが分かるものがあればいいんですが、分からないよな。行けるとこまで行っとこう。山手をどんどん、山に登山の時に山手をぐんぐん登りに行くと正解っていうのはありますね。聞いたことがあります。ただこれ以上は行けないのか。あ、ダメだ。あ、行ける行ける、まだ行ける。あ、なんだこれ。全然わからん。西へ向かっている。こっちじゃないのかもしれない。まずこれ非常に分岐の仕方が特殊なんですよね。あ、まずここ見てみよう。坂本八丁目、坂本、おごとと言いつつ坂本なんだ。今西へ向かっている感じですから、西、しかもあの山手に向かっているんで、こっちだろう。こっち行くとどうなんの？行けない？公園？公園かもしれないですね。あ、じゃないんか。反対側行くと、いや普通の住宅地以上のものでも何ものでもないか。ん？結構南ですね。これ平和堂があって、
かつ部屋となんか駅ごとにあるからな。この161号線バイパスだと思うんですよ、ここ。で、坂本の間あの湖西線沿いを通ってるんで、多分湖西線沿いなんだけど、でももっとかなり遠くに見えてしまうんで、かなり上ですね、上に行っているって感じですね。この辺かもね。この辺怪しいな。で、ここがあの県道のこの40号線から47号線から伸びてくる県道の予定地でっていうのは全然あり得るよな。信号が、信号見えなかった？信号ありますね。信号のに交差点名が書いてある。西京寺前だ。西京寺前ってここのクロスするとこだから、でこっち側からクロスしてるから、これ47号線だと思うんですよ。でも狭いじゃないですか、47号線。そこでこの辺をに47号線のバイパスを敷きたいはずなんですよ。自分ここのここだと思うけどな。とこがこの突き当たりになってここになるっていうストーリーですよね。分岐するとこだ。そう、この辺。もうちょっとここら辺だった、この辺だと思うんですよね。で、あと内側の線も合ってるから、多分ここだと思う。あー、欲しい。1メートルだ。うん。
惜しかった。まあ大音ですけど、結構だから古い傾斜沿いに作ってるんで、入り組んでる感じはありますね。入り組んでんだよな。この47号線も結構くせ者の、あの県道、主要地方道らしいですね。だからこの辺、ここら辺で、バイパスを作りたい。でこういうふうに直線に伸ばして、国道161号線のバイパスにしたいという目論みはあるんだけど、やっぱりなかなかうまくいかないってとこですよね。次行きますか。2ゲーム目の 2回目です。狭い。5分以内に解けば、結構節約はできますが、まず箱田市徳宿地区。とりあえず鉾田行ってみましょう。鉾田って鉾田市じゃなかった。鉾田市なんだ、ちゃんと。でその中の徳宿っていうのはここですね。駅にもなってる鹿島臨海鉄道の。じゃあ、あのこの徳宿のどこかっていうのが今回の探しポイントだけど、周りに何も書いて、これ以外何も書いてないんですよね。道も狭い。今東側、海沿いに行ってるのか。まだこの畑ですね。でもとにかく畑遠すぎます。しかも何も書いてない。あんまり良くない。戻りましょう。で南、北から南へ向かってんのかと。山からこう越えると、これもまた同じく田んぼなんですよね。ほんとヒントがなさすぎる。徳宿から先のヒントがつかめない感じです。どこまでもなんか続いてるか。これ鹿島臨海鉄道じゃないの？すごいね、歌詞。さらに見てください、ここ、でもこれ以上はいけないんだ。こっち側に渡らないとダメ。
信号あるじゃないですか。鹿島臨海鉄道ですね。で、鹿島臨海鉄道で、かつなんかでかい道がクロスしようとしてた。これ見るとこれです。これが何なのか、メロンロードかもしれないし、この一つ上の道かもしれない。今北へ向かってるんで、特宿の駅はここか、ここら辺かもしれない。いやー難しいとこですね。駅が近いようには思えないんですよね。駅はむしろこっちの北側の方が可能性ある。信号があるんですよ。信号があるってことはひょっとして、こっちはまだ行ったことないよな。森になってます。北方向、こっち行けんのかな。全然何も書いてないんですよね。ん？あれ？違う、なんかのドコモの基地局みたいな感じ。何があるの、どこが持っているものなのか分かればな、結構ヒントになると思うんだけど、見えない。あー、誰を持ち物なんでしょうね。わからん。もうちょっと行ってみますか。函館市、鉾田市特宿地区、なんか舗装されてない道も多いですね。とにかく畑ばっかり。お、これは道ですね。あそこ行くのも一つ手かもしれない。さっきの上に上がるとこだって、ほとんどヒントがないからね。北へ行ってみよう。北へ行ってさっきの大きな道を分岐点にたどり着きたいとこです。本当に道狭いな。軽トラ一車線分しかない。こんなの、ようやく。どっちが正解なんだろう。シーズエステート、
来た来た来た、ようやく橋が来た。ようやくこっちの反対側までたどり着きましたね。ちょっと形状見てみよう。あんまり広くないんだよな。メロンロードなんかな、全部メロンかもしれないですよね。反対側行ってみよう。それで分かることがあるかもしれない。多分みんなこれメロンの畑だと思うんですね。メロンって夕張メロンとかだと思ってたんだけど、そうとは限らないね。さあ、これ鹿島臨海鉄道の道路を越えていきます。跨線橋です。でここで見るべきなのは駅がどっちにあるかなんですよね。ちょっと行き過ぎた。わからんかな。南側にはない駅が。じゃあ東側はどうだ。もう一つなんかオーバークロスしてるとこがある。オーバークロスが続くとこってことですよね。じゃないの。じゃあ先行ってみましょう。まあ全部メロンだから行かないと、とにかくわからない。何このずっと広がる畑。交差点、ん？交差点が2つに分かれた。いや難しい。突き当てどころか、渡ったとこで2つに分かれてしまうという、まだまだなんか前途多難さをね表すような構図だと思います。しかし左側からなんか道接近してきましたよ。ガソリン、タバコ一つだけ。あれ？あ、こっちか。51号線これですよね。こう生きるはここら辺だな。ここから見るとむしろ北側にあるのかもしれない。
普通ここの114号線があるんですけど、全然見えないんですよね、114号線が。ここは「ときわ」って書いてる。ときわ？もうちょっとこのしましょう。ときわ、常磐というかもしれないけど、東側か、ここら辺だな。公民館もあります。南側向かってるよ、よく考えりゃ。ああ、ここかもしれない。こともないか。一応こっち側に行ってみましょう。ここ左曲がってるな。ってことはここら辺なのかもしれない。まあいわばこっから来て、どんどん伸びてきて、ここでクロスしてっていう。だから何も書いてないんですけどね。鉄道の上越えるんだけど、全然越える気配がない。てか南北に結ぶ道になってるよねこれ。これが多分メロンロードだ多分。これがメロンロードですね、多分。うん、メロンロードだ。ここだけはずっと片側2車線のしっかりした道なんだよな。このメロンロードになんとか出る方法はないのかっていうとこではありますが、そう、まあとりあえずこっちが西か南、こっちは東へ行ってみるか。本当に何もないんですよね。
線東だけど、じゃあ東を下に向かっていく道で、この辺がまあ考えられるんですよね。こう北へ向かっていく道がある。行ってみましょう。ずっと行こう。あ、これ道が下をクロスしてる。でももうあの下を通ってるってことはここじゃないんですよね。ここかな、むしろ。ここっぽいな。ここで、これが曲がるからここなんですよ。そう、戻っていきましょう。戻って交差点を確認していきましょう。あ、まず一つずつ確認。これはここですよね。ここなんだよ。で、次に、まあ、ここなんだよ。で、あれ？一回右に曲がって、またこっちへ行って、十字路の突き当たりはここか。で、突き当たりの北っていうことだからここなんだ。わかりにくい。トルサ、まあいいんじゃないかな。今第2ゲーム終了です。じゃあ行きましょう。まずは普通に横林タイヤショップ横林、もうちょっと行ってみよう。ん？種子役って何？種ヶ島屋久島ってこと？まあ、もうちょっと行くとなんかありますね。またでも種子島屋久島にとは思えないよね。産業コスモス、なんか渋滞してったよな。まあ種子島か屋久島だったら結構道は限られてます。で、多分
種子島の方の可能性が高いですね。で、幹線道路だと思います。間違い、あ、なんだ、あるじゃん、58号線通ってますよね。なので、その中でこのドラッグストアコスモスをまず徹底して探し出す方がいいのかな。あ、難しいかも。何町までは見つけ出した方がいいかもしれないですね。お、合同調査がある。種子島の合同調査って結構かけられる。普通だったらここですよね。フェリーが止まるとこに合同調査があってしかるべき。警察署があって。ん？見つけた見つけた。これだ、合同調査は。で、今南の方に向かってますよね。裁判所もある。ディスカウントストアコスモスがここ。ボタン式信号機がここ。ああ、分かったかな。これは分かったんじゃないかな。あとは角度ですよね。こっち入るとこはないな。で、このかな。ああ、惜しい、2メートルということで、残り9秒ということで、ちょっと時間余裕を持ってやれます。あと2ゲームです。これですね、境港市ですね。産業道か、あ、管理用道か。米川土地改良区。米川。あ、うん。で、あ、川がある。堤防って書いてますね。堤防前。何の堤防前でしょうね。
サインエコシステムっていうとこか、それらをあの元にちょっと、境港市へ飛びましょう。境港は鳥取県です。そしてこっちからこれのベタ踏み坂と呼ばれているこの橋、こっち側に行くと、実はこっちはあれなんです。島根県なんです。島根県、三保関言ってるけど、確かこれ松江市じゃないのかな。三保関町、旧三保関町かな。でも松江市に吸収されたんじゃないかな、ここ。まあそんなのはどうでもいいんです。島根県側じゃないんで、鳥取県の境市側なんで、サインよいエコシステム、まずですね、川か海の前のはずなんです。川って言ったらこれが川ですよね。お魚ロードとか、ありますね、水木しげるロードとか。どっち向かってる？これこの方向だと南へ向かってるから、南側にある、ちょっと南東側にある、結構限られる。あとは山が見えるな、こっち側は。北側で山が見えるっておかしくないか。まだ境港だよな。米子市かもしれない。米子空港って書いてるけど、境港市ですね。こっちは米子市だから、この北郎空港で、米子市と境港市が分かれて、ありましたよ、山陽エコシステム。これじゃないですか。一応多分そうだと思うんですけど、ヒントがないな。で、見えないからな。ヒントがわからないし。多分何もないんだろうな。埋め立て地だからな。ないに決まってる。あれ？これ。右側にもうなんかある、堤防がある。あ、でも堤防と思ったんだけど、遠いな。
タイム買ってますね。もうすぐ行った左側に一回振って右に曲がって橋渡りそうなんだけど、全然そんな予感がしないな。そうそう、何にもか、あ、ようやくここで左に曲がり始めた。そして左振って右に行って、そしてこの川を渡るとこがここなんだよな。そのって書いてある。ですね。園芸試験場なんだろうな。これって。あ、橋がある。ごめんなさい。これ多分園芸試験場。こっち橋渡ってますね。これがベタ踏みじゃなくて、あ、でもこっちも結構あの坂きついですけどね。江島大橋って橋ですね。こっちも干拓地の江島っていう干拓地へ行って渡ります。この道は結構あの松江、境港とか松江に行くには近道ですね。まあ、あ、特定ですね。2つあるの？いや、これは ここだと思う。あ、でも真ん中でこっち側か。じゃあここですね。どうだ。あー、1メートル。普通に真ん中だったんだ。ラストですね、今回。第2ゲームの、5箇所目です。本日はラストゲームいきましょう。住宅の中だ。初めてだな、初めてだな。西へ向かってるんだ。あ、まあまあ、それなりの広さの道だな。こ
ちから来てるんだけど、やっぱり信号は基本中の基本。稲葉市所前、稲葉、印葉市所って千葉県なんだけど、片側2車線じゃない、何市なんだろう、印葉市所前だけじゃわからないな。東側の印象がある。陰性とか、あの印旛沼とか、印旛境町とかですよね。反対側行ってみるか。まず印旛市所前っていうのがあって、いろいろバスありますね。何高校なんだろう。何高校、スクールバスですよねこれ。東京印旛日本医大前行きがあるんだ。印旛日本医大前って、これは成田スカイアクセスですよね。これに、行くバスってことだ。ってことは結構絞れてくる。関東平野のバスって印旛松虫、整備が難しいからな。あと瀬戸っていう地区ですね。これは清宮クリニック、瀬戸、岩戸じゃない、瀬戸。こっち側、成田市側も考えられます。比較的あとでかいんだよな。中とかこの辺がやっぱり中心地ですよね。印旛の西の原小っていうのがあるみたいです。怪しいと思うんですけどね、中央公園があったり。
郵便局があったりするから、この辺でやっぱり中央部に感じるんですけど、瀬戸っていう地区名か。あ、瀬戸はこの辺ですよね。なんで絶対この辺なんですよ。信号がある。でかいな。なんかこう見てくださいよ。この白い帯あるじゃないですか。これが多分このここの縦の横の道だと思うんですよね。東か。東を通ってんだ。あ、じゃあ分からないな。そうとは限らないかも。交差点名はあるの？ここないな。周りになんかない。公園があるね。こっち行ってみましょう。あ、なんかある。公園ですね。こちら公園。こっち側もまた広い道。右側に公園があって。なんとかの林公園かな、森公園かもしれないけど、あ、これだ、あの伊勢の林公園。スタートが住宅地だからな。このまま行くと北へ向かって印旛日本未来に向かうだけだと思うんで、戻りしましょう。こっちからかな。形としてはすぐのところが印旛支所、あ、これだ、印旛支所だったから、この辺ですね。おうちサロン、コクーンとかが怪しいってことになりますね。南側。で、そうだ、ここで大きな道に出てきたんだ。そして多分それはここだと思うんですよね。印旛、なぜなら印旛支所前だから。これが排水場ですね、多分。ここが、まあ、ここなんで。排
排水場までは行かない。で、分岐してるとこがあるけど、それはここの縦の南側ってことか。上に一応歩道があるっていう感じですね。で南へ行くけど、そんなに長くなくこっちへ行ってしまうっていうところか。つまり角度的には悩むけどね、この辺か。反対側どうだ。この辺じゃないんかなと見ました。さあ最後は0メートル来てこい、いけ、やった、やりました。最後0メートル達成です。一番わかりやすかったな。はい、ということで結果を見よう。25,000レベルは上がってないですね。レベル12のままだ。アクティビティ、チームメントスポットオンは、アンロックしました。なんだこれ。チームメント スポットオン。なんだろう。アチーブメントスポットオンアンロックってなんだ？
ちょっとわからないな。バッジがいろいろあって、その中のスポットオンというのを開放したみたいですが、5000点を獲得するとスポットオンがあれできるんだ。あれでも5000点、5000点って当然、あ、スポットオンなんだけどレベルがさらにあるんだ、スポットオンの中に。なんだろう、レベル2って。アチーブメントで、解放したものを見ることができる。バッチ、なるほど。5000が10回、行きましたよと。まあこういうふうにいろいろなものを開いていくことがまあ特徴なんですけど、黄色人種、あ、また腰に来ますね。なかなかアバターの編集して、ロアボディで、ん、半ズボンしか無理な。スカート姿もある。はい、まあこんな感じで解放することができました。まあ、アクセス数によりますが、アーカイブを上げた時のアクセス数によりますが、今後もジオグエッサー、個人的には好きなのでやっていけたらなとは思います。いろんなゲームやってるからな、やらなくなるかもしれないけど、やれたら、時間があったらもうやりたいゲームだなとは思います。ということで、本日はここまでです。明日は、16日、1と6の日は、8月はウィニングポスト9/2021を行います。しかし、19日の夜からは、ちょっと、外出、まあ、旅行ですね、いたしますので、何日ぐらいまでいないかな、 25 が金曜日か、26ぐらいまでは、27の朝に帰ってくるんじゃないかな、日曜日の、そこまではいないんで、まあただノートパソコン持っていくんで、そこでできるレトロゲーはやっていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、Twitch のアカウントフォローお願いいたします。Please Twitch my account follow please。YouTube に、この配信の
アーカイブアップロードいたします。2日後ですので、17日の21時ですね、ぜひアーカイブ見てください。 YouTube のアカウントのチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This live upload 2 days after my YouTube channel、 my YouTube channel subscribed and movie good button please。そして最後に旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ、X のアカウントにもアクセスいただきまして、まだ分かったアカウントのフォロー、またツイートのリツイート、いいねお願いいたします。 TwitterX please visit、 please アカウントフォロー andリポスト&グッドボタンプリーズということで、ジオグエッサー遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。